いつもご視聴ありがとうございます。もの申すです。今日は、リニア中央新幹線に関する話題を皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。リニア中央新幹線の2027年開業が断念された、このニュースは社会に与える影響は計り知れません。その背後にあるのは、静岡県の自然環境問題と、国の大型プロジェクトの間の葛藤です。JR 東海の方針転換に至った理由それは静岡県での工事遅延です。静岡県知事は、リニア工事による大江川の水資源や南アルクスの生態系への 影響を危惧し工事の着工を認めていませんでしたこれにより工事契約の結束から6年4ヶ月が経過してもトンネル掘削工事は始まっていないのが現状です工事が今から始まったとしても完了は2034年以降と見込まれていますしかしここで重要なのはこの問題が単に工事の遅れという話ではないということですリニア中央新幹線は持つ超電導磁石の技術を含む事業が世界のトップを走る日本の技術力を示すプロジェクトであるためこの遅延は日本の国益にも影響を及ぼします 一方で、SNS では静岡航空の遅れに関して様々な意見があります。意味はいらない。そんなに急いでどうするという声もあれば、民主主義のバグと批判する声もあります。このように意見は分かれますが、私はここで一つ提案があります。それは、静岡県特に、JR と海会が直接的でオープンな対話を行うことの重要性です。対話を通じて、静岡県の自然環境を保護しつつ、リニア中央新幹線の建設を進める方法を見つけ出すことが大切です。また、公正な情報の共有が必要です。これに により市民が問題を正確に理解し意見を形成することができます結論としてリニア中央新幹線の問題は技術的な難易度だけでなく環境保護経済効果地元との対話といった多角的な視点から考える必要があります私ども一人一人がより良い解決策を見出すために知識を深め率直な意見交換を行いましょうこの問題について皆さんはどのように思われますかコメントでぜひお聞かせくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょうありがとうございました